こんにちは、ダイスです。今回はペーパーマリオ RPG 続きからやっていきましょう。ということで、まだ受けていない依頼残り4つになりました。もうかなり頑張ってきましたね。まず1つ目、声が出ない。風邪をこじらせてしまって声が出なくなったボム兵かな。誰か喉によく効くというハニー飴を持ってきてほしい。ボム、お菓子の素とハニーシロップを組み合わせて料理すると作れるはず。ボム、最果て村の雪だるまの近くで待ってる。ボム、クロムさんからの依頼です。ストーンワールドかな。じゃあ行きましょう。お菓子の素持ってたかな。お菓子の素って今回あのゴロツキタウンのねボスのとこのお店でしか入手ができないんですけど、もしかしたら手持ちに1個あるかもしれないのでちょっと確認します。引き取りに来た。持ってない。お菓子の素、あーハニーキノコだった。違う、持ってないね。ちょっと預けましょう。今ねいろいろあるんですよね、持ってるもの。なんでちょっと必要なさそうなやつをあげて、メイプルシロップ、シロップ一応あるな。ちょっと待って、ハニーシロップって言ってたよね。だからこれ買わなきゃダメだと思うのでハニーシロップは買っていきましょう。ないのでね、手持ちに1個入れて、でお金足りるかな。交換なんですよね確か。お菓子の素はねここでしか交換ができなくて、売っててくれればいいのに、ないんですよ。ということでモンテさんのところにやってきました。13いけます。あ、マリオさん、そのカードメンバーカードを手に入れたのね。それじゃあそのメンバーカードで遊べるミニゲームを用意すればね。ロールモード、ボードモード、いけましたね。景品交換を選んで、あ、6台いける。これ欲しいです。ガツンジャンプとかガツンなグーリーとかもあるんですけど、金塊さんとかもあるんだね。コインコイン、いやこの辺のやつも本当欲しいんですよ。玉突きジャンプとか欲しいんだけど、こんなに伸ばせない私は。なのでとりあえずお菓子の素13枚持ってたのか。モンテコインよかった。これでもう疲れちゃうんじゃない、多分だけど。ハニー飴って言ってたもんね。お願いします。はい、おや、あんたかい、元気そうだね。お料理してあげようか。お願いします。2つで作る。でハニーシロップとお菓子の素で作ってもらう。多分ハニー飴ができるんだと思うんですよ、これで。お願いします。これできなかったらどうしたらいいかな。できなかったら困るんだけど、きっとできるんだよね、言っていたし。いきました。あー来た、ハニー飴。20も回復するの、ありがとう。飴すごくないですか。ちょっと感動しちゃった。もしかしたら本当にあのもっとすごいアイテムがあって、裏ボスのとこ行く時とかに使えるものが存在しているのかもしれない。やったことなかったんだけど、もっと早くやればよかったですよね。まあ、とりあえず行きましょう。私に行くところまでが依頼なので行きたいとは思うんですけど、雪だるまのところ、雪だるまってどっかにありましたっけ。雪だるま、あ、これか、これ雪だるまじゃない。こんにちは。当たりっぽいね。はい、喉痛いからあれだよね、喋れないんだよね。大丈夫大丈夫、それは大変でしたね。自分もそう思います。そんなことないですよ。それは大変でしたね。気にすることないよ。なんか間違ってる。
パニー飴。あー声出たボムよかった。爆発のしすぎで声が出なくなって困ってたボムよ。ほんと助かったボム。これはほんのお礼ボム。あれもしかしてこの人があれですか、犠牲になった一人。えそういうこと。なんか月に行くこの大きい大砲を使った時に犠牲になった人がいるって言ってたんだけど、お部屋の中に一人いたのにいなくなってる。君のおかげで思いっきり爆発できたボム。でも僕も月に行きたかったボム。月面で爆発してボム。ちょっとなんかねファンキーな方が多い印象ですねここは。あーでもよかった、お菓子の素サクッと交換できるだけのモンテを持っていてよかったです。はい戻ってきました。これで2つ目の今回の依頼を受けに行っちゃいましょう。あと4つですからね、4つ終わったら増えるかどうかわかんないですけど、増えるのかな。最後に究極の依頼的なの出てきそうな予感はするんだけど、あるかどうかわかんないのでとりあえず進めますね。体重を見たくてそばまで来ているのだが敵が多くて先へ進めないのだよ。敵を全部倒してくれる人はいないだろうか。大樹のそばにある不思議の森の中で待っているよ。ファビオさんだって。森か。大樹の村のとこから戻った方がいいのかな。戻ってもなんか良さそうですよね。わかんないけど。じゃあ戻る感じで探してみます。大樹が見たいってことだから多分大樹から向かっていったらどっかで会えるのかな。不思議の森入り口にいるとかだったら最初まで戻んないといけないんだけど、とりあえず探しに行きましょう。近くにいるならこの辺じゃないかと思うんだけど、違うのかな。とりあえずちょっとずつやりながら進みます。ん？あ、いた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 。おお、敵を全部倒してくれたのか。これで退場を見ることができる。感謝するよ。あれすぐ終わった。ありがとうございます。なんかとても簡単なご依頼でしたね。ここの敵のことだったんだ。ってことは戻ってきて見ててよかったってことなんだね。そう、体重ってもうすぐなんですよ。今ね出てきてすぐのところなんです。ほらなんでもしかしたら体重の前にいるのかな。なんかいなさそうだけどね。これで体重、さっきここから来ました。思ってた以上に近くにいてくれてよかった。あ、いた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 。体重どうですか。体重、愚かな歴史を繰り返す我々を見てこの木は何を思うのだろうか。何もできずただ見守るだけ。いや、木には何もできまいというこのおごりに満ちた考えこそが人の愚かさなのだ。なんか深いこと言ってるけどちょっとよくわからない。これ見に来て増えてたらちょっとあって思うけど、あ、増えてない。こなりきんくんからだね。仲直りのお手伝い。え、ママと喧嘩しちゃったの。カリーヒルズにある神殿の近くで待ってます。いつもといるところが違うんだね。珍しい。なんで喧嘩しちゃったんだろう。なんか受験をさせるざますって言ってた記憶があるんですけど、そういうことが関係してるのかな。仲良さそうなご家族だなと思っていたんだけど。ということでとりあえず、ピカリーヒルズ神殿前なんですぐですね、向かってみましょう。こなりきんくん、でもごめんなさい、仲直りしたいって言ったらなんかしてくれそうな感じのお母さんだと思うんだけどな。もしかしてすごく怖い、怒らせちゃった。あ、いたいた。怒らせちゃったとかなのかな。悪いことしたの。そんな風には見えないよね君。受けてきたよ。待ってたんだよおじさん。僕ねママと喧嘩しちゃったんだけど仲直りしたいんだ。
それでママに手紙を添えてプレゼントしようと思ってるんだ。でも何をあげたらいいかよくわかんなくって、やっと3つに絞ったんだけど、どれがいいと思う？キノコケーキ、トロピコマンゴー、あっち行けシシ。あっち行けシシはちょっとダメだろうな。キノコケーキかトロピコマンゴーだろうね。どっちがいい？キノコケーキにしてみる？本当にキノコケーキでいいのかな？ダメかな？ちょっと待ってね、聞いてくるね。改めてこの3つから、トロピコマンゴー、本当に取る？いえ、そんなこと言うの？あっち行けシシは良くないと思うけど。何がいいの？ごめんなさいよ、あっち行けシシはちょっと良くないよね。ちょっとこれ聞いてみる。あっち行けシシはダメだよ、さすがに。キノコケーキだと思うんだけどな。甘いもの好きだったらもうこれでいい、いけるんじゃない？キノコケーキにしない？おじさんが選ぶんだからきっと間違いないよ。ママにプレゼントするからキノコケーキ持ってきてね。だってピカリーヒルズには売ってないんだもん。そうだよね。あれ？これちょっと危ない？お菓子の素必要になったりする？キノコケーキって。キノコケーキってキノコ、あれ？お菓子の素必要？やっちゃった。ちょっとやらかした感ありましたよね。トロピコマンゴーの方が簡単じゃなかった？これ3つの選択肢分かれるやつですか？あれ、やってしまった感はあるけど、ちょっとね、キノコケーキ作れるのかが分かんないから、必要そうな素材を買って料理のおばちゃんのところに持っていきましょう。多分これがいると思う。普通のキノコ今ないんですよね。普通のキノコとお菓子の素なんじゃないかな。もう一個必要なの。ケーキって言ったらなんかお菓子の素が必要な気がするので。また来ちゃった。モンテコイン少なかったのに、選択肢一番上だったしこれかなって思っちゃったんですよ。やらかした感があるけど、71個買えるね。6だったはず。景品交換で、お菓子の素、これで作ってくれないかな。スーパーキノコじゃないとできなかったらちょっと辛いんだけど。ただのキノコケーキだったらこれな気がする。違うのかな、ちょっと不安すぎるけど、とりあえず持って行ってみましょう。うまく作ってくれるのか分かんないけど、レシピがね、見れればいいんですけどね。すいません、再び来ました。料理2つで作ってほしい。で、キノコとお菓子の素、これでキノコケーキってできませんか？いけます？ちょっとね、どうなるか分かんない。勘なんですよね。名前的にこれかなって思った勘なので分かんないんですけど、キノコケーキになりませんか？オーブン使ってないのかな。どうですか？あ、来た来た、キノコケーキ。よかった、ナッシーさんありがとう。当たりだ。これスーパーキノコで作ったら違うケーキになるのかな。どうなんだろう。どうかな。これで仲直りしてもらえなかったらどうしよう。3種類全部必要とかそんなのありますかね。不安。トロピコマンゴーの方が良かったかな、もしかして。でもごめんなさいってお母さんに渡すんだったら、私だったら経験なんだけどな。もう喧嘩とかあんましないから分かんないんだけど、キノコケーキを持ってきたよ。これあげられるよ。どう？わー、キノコケーキだ。ありがとう、おじさん。じゃあこれに手紙を添えてっと。できた。でもママに渡す勇気がないよ。ママ怒ってたからな。おじさん、僕の代わりに渡してきてくれない？お願い。わかった、プレゼント待ってて。多分大丈夫だよ、お母さんだもん。ごめんなさい。仲直り、喧嘩でごめんなさいってなんか違うよね。仲直りしたいよって怒っている。
こんにちは。私に何か用ざますか？これ渡しますね。預かってきたよ。おなりきみちゃんから手紙が入ってるざます。読んでみるざます。僕の大好きなママへ。この前お勉強をサボってしまってごめんなさい。あ、ごめんなさいって言ってるね。これからはちゃんとお勉強してパパのような立派なボム兵になれるように頑張るよ。そしたらママにうーんと美味しいご飯やうーんと立派なお屋敷やうーんと素敵な帽子をプレゼントするよ。だから僕のこと嫌いにならないでね、こなりきんより。ちょっと失礼。お、迎えに行ってる。あ、ママ感動したざます。ズビーズ、ババババババ。大丈夫そうだね。この目にたまった涙はお気に去らずに、ゴンザレスさん。それよりコナリティンちゃんに伝えてほしいことがあるざます。ママは怒ってないざます。ただコナリティンちゃんの将来を思ってわざと冷たい態度を取ったざます。それがコナリティンちゃんを悲しませることになってしまったなんて。ママこそ気づかなくてごめんなさ、ごめんざます。コナリティンちゃんにママのところへ早く帰ってきてと伝えてください。わかった、任せて。ママ、ママちょっともう一回話したら何？ママ感動してるざます。こなりきんちゃんに私の気持ちを伝えてくださいざます。わかった、よかったね。すぐ仲直りできて。私そもそもあれだな、あんまり勉強しなかったけど、勉強しなさいって怒られたことなかったな。なんかうちの場合なんですけど、言われなさすぎてやばいって思って勉強してましたね。はい、ねえねえおじさんどうだった？ママ喜んでくれてた？大丈夫、もう怒ってないんだ。わあ、よかった。みんなおじさんのおかげだね。僕パパの次におじさんのこと尊敬してるよ。依頼は僕の全財産あげるよ。いいの？コインこれっぽっちしか持ってないけど。いいよいいよ、そんなの3枚大丈夫だよ。よかったね、依頼を完了した。よかった。よし、じゃあ次行こう。ちょっとほっこりする依頼だったね。でも何もらっても多分嬉しいと思うけどな。私はそうだから、何もらっても嬉しいけど、心がこもってるからって思っちゃうけど。そっか、プレゼントとね、ケーキ2人で食べないかな。パパはちょっとごめんねって言って、ちっちゃかったしね、キノコケーキ一緒に食べようってやった方が良かったような気がするけど、まあいいか。はい、ということでこれが最後になるかな。新しいの出るかな。はい、落書きを消して最後ですね。え、待って待って、マジか。100回ダンジョンの地下50階へ行ってきてほしいボム、難しいやつ来た。腕っぷしが強い人がいいボム、詳しい話を聞いてほしいボム、最果て村の大砲のへそばで待っているボム。はあ、ボムロフよ。50階まで潜れと。そうなのか、ちょっと話聞きに行きましょう。一番難しいやつ最後に残ってたパターンなのかな。これまたちょっと増えて100回まで行ってきてっていうのあったら怖いですよね。前にね、依頼で20回までは潜ったんですよね。依頼で50回か、倍以上になりましたね。100回男女のことよく知ってますよね。有名なのかな、もしかしたら。君か、ボムロフ当たった。依頼を受けてきてくれたボムね、ありがとうボム。実はボム、ゴロツキタウンの地下に100階ダンジョンっていうのがあるボム。そこの地下50階の壁に願い事を書くと叶うという噂があったんだボム。そこで得意の大爆発で地下50階まで行って願いを書いてきたボム。だけどその噂が全くのガセネタだったボムは、なんか不憫な感じ。命かけて行ってきたのに、これじゃただの落書き小僧ボム。恥ずかしいから消したいボム。自分で行って大爆発で消したいけど、また50階まで行ける自信がないんだボム。100階ダンジョンの地下50階にある落書きを消す、頼んだボム。ということで行ってきましょう、100階ダンジョン。
ということでやってきました100回ダンジョン、ここから50回まで行ってみます。はい、今ですね45回まで来ました。そしたら抜き道を教えてくれる移動屋さんいたので使っちゃいましょう。これで目的だった50階に降りれました。落書きって何が書いてあるんですかね。あ、なんか書いてある、これか。調べる。壁に落書きが書いてある。ボムロフの願い事、憧れのボブリンちゃんと電撃結婚したいボム。ん子供は22人くらい欲しいボム。ファミリーサッカーチームを作って毎日対戦するんだボム。落書きは念入りに書かれていて、どんなに拭いても消せそうにない。え、どうする、これどうやって消す、これ消せそうにないのだがっていうの、どうすればいいんだ一応吹いてもらうっていう手を使ったんだけど、これ落書きどうする、本当に絶対消せないよね。あー、できたできたやっとやったー、これならいける。不思議な袋、アイテムを20個まで持てるようになりました。いやー、今までね結構な感じでアイテム持てないことが多かったのでよかったです。で、今回は100階ダンジョンまで行かなくて、50階でね帰ろうと思います。1階からやり直しにはまあなるんですけど、お願い事がねあるのでこっち優先です。また降りてこようと思います。はい、ということで戻ってきました。あ、ここにあったの知らなかった、かけら。それではファミリーサッカーチームを作りたいボム兵くんにちゃんとですね消し終わったよっていうことを伝えに帰りましょう。まさか結婚願望とファミリーサッカーチームが出てくると思わなかったですけど、22人欲しいボムってすごいよねちょっとびっくりしちゃった。子供は11人でサッカーチームが作りたいって言ったらまだわかるって言いたいけど、あ、見てきたよ、見てきた。うん、あ、落書き消してきてくれたらボム。落書きじゃないよね、もう願い事だよね完全に、というか願望。うん、消してきてくれたボムね、大感謝ボム。でも本当に消してきてくれたかどうかは僕には確かめられないボムね。まあでも君を信じるボム、お礼を受け取ってほしいボム。ゴロツキタウンに行った時、雪が大好きだとお話したら、え、シェフナンシーが作ってくれた、なんだろう、雪、あ、かわいい、雪うさぎだって。願いは自分で叶えてみせるボム、だけど願い事は絶対秘密にしてほしいボム。約束ボムよ、22人ねということで確認、増えてるのかな。あ、全ての依頼を完了したになってる。これで一応ね全部の依頼完了になりました。増えたりとかは特にしてないみたい。話しかけたらなんかあったりするのかな。どうやら全ての依頼を完了したみたいだね。おめでとう、もう君に教えることは何もないよ。終わっちゃった。話す。最近依頼が来ねえんだ。あんたがどんどん依頼をこなして世界中のお悩みを解決しちまったからかもしれねえな。そいつはハッピーなことだが、こっちは商売上がったりさ。ちょっとここにいると商売がって言われそうなので出ましょう一応これで OK かな。ゴミ箱の中にも特にハマってるものもないし大丈夫みたいですね。ということで今回で依頼達成。いや、100回ダンジョン50回までなんで半分まで潜ったっていう感じなんですけど、またね頑張って100回以上まで降りてみたいなと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた、 See you。